公益財団法人ライフエクステンション研究所付属、長都市総合病院は、東京都台東区にある医療機関、公益財団法人ライフエクステンション研究所が運営する病院である。単に長都市総合病院と呼ばれる場合が多い。生活習慣病検診の草分けであり、活動年齢の延長を理念に、内科系、外科系、産科、婦人科、小児科等の都がを有する。 台東区唯一の中核病院である。医師、クラウチキクオにより、高齢医学の発展と、その普及を目的とする病院として構想された。クラウチは、日本工業クラブ会員を通じて、賛同を募った。賛同者による、社団法人は長寿保持の意味を込めたユニークな名前に、しようと、ライフエクステンションクラブとなった。資金は債権を発行して調達し、土地建物は、 日本水産の本社が丸の内に移転したことにより、空きビルとなっていた南稲荷町114番地の建物を同社より買収。全面回収して利用する計画を立てたものの、回収費用が7000万円の高額に上ることが判明し、一旦は会員が危ぶまれた。工事については、共和銀行などの紹介により地元の日本伝説工業が引き受け、 1956年の紀元節に会員日を定めて急ピッチの工事が行われた。病院名も長治保持の意味を込めて長都市病院と決まった。当初の病床数は一般105床、結核55床。診療科は内科、外科、産婦人科、精密総合検査。医師の人事は クラウチの出身大学である、慶応義塾大学の医学部に依存する形になった。複式簿記を導入して、原価計算を行い、公認会計士の監査を受けるなど、企業会計の手法を会員時から導入している。後3月1日に、自備員効果、6月1日に眼科が加わり、1959年6月17日には、交通外傷などの治療に、 不可欠な整形外科を設置した。1981年、道路を隔てて隣接する元浅草二丁目七番納豆会館の南側に新館を建設。2002年2月、同じ区内の旧西町小学校は土地へ新築、移転した。東京都立台東病院や日本私立学校振興、共済事業団下屋病院の廃止により、 病床や産科医療の一部を失った台東区は地域医療の担い手としての長年市総合病院を支援している。ありがとうございます。